子っていつ見ても可愛いのはなぜなぜ。別に可愛くない。質問です。マチコは普段どんな場所に行きますか？近所のスーパー。マチ様は人生の中で初めて遊んだゲームは何ですか？マリオですね、やっぱ。質問です。編集はどのアプリを使ってますか？ iMovie とインショットですね。マチさんは他のゲームやらないんですか？やりたいけどやる時間がないのです。質問、なんで絵がとても上手いのですか？ちっちゃい頃から絵は結構描いてたかもしれない。質問、マーチという名前の由来は何ですか？自分がちっちゃかった頃、自分のことをマーチと呼んでいたので、小さい意をつけてマーチにしました。マチコの本名は何文字ありますか？とりあえず下の名前は2文字ということで公開しております。質問です。アバターマーチとバチマはなぜあの衣装ヘアスタイルにしたのでしょうか？中の人によく似せて作ってあります。赤色が好きなので赤の服を着せてますね。マチさんの声はなんでそんなに可愛い声なんですか？どこが可愛いんだよって。マチさんはカニですか？怠けねえだろって。マチコ質問です。マチコはどんな絵文字が好きですか？これが好き。ブロックスの中で何のゲームが好きですか？やっぱドアーズでしょう。何の犬が好きですか？ヨークシャテリアとチワワですね。今まで飼ってたんで。何歳ですか？2歳です。アメリカってよく行くんですか？そんなによく行かないです。犬をもう一匹飼うならなんていう名前にしますか？今飼っているチワワのミトはね、亀が名前を決めたんだよね。だからまた亀に決めてもらうかも。マチさんは猫とウサギどっちが好きですか？どっちでもいいっていう感じです。ロブロックスの出会いは何ですか？カメがやってたから。マチルの名前がなんでマチルか気になります。元々がマーチだからマチをつけたかったんだけど、マチオじゃおかしいねって話になって確かマチルになったと思います。好きな歌は何ですか？最近はミセスグリーンアップルさんをよく聞いてます。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、一つだけ生きるならどれを選ぶ？触覚かな。触覚ないと気づいたら死にそうじゃない？永遠に生きられるなら何をして過ごす？多分今と過ごし方変わってないと思いますね。どうしてマチさんは猫耳をつけようと思ったんですか？マチは性格や見た目が猫に似ているとよく言われるので、なんとなく猫耳をつけました。マチコはコクル派それともされたい派？多分マチコクル派ですね。マチさんはなんでカメくんたちと動画を撮ってるんですか？え、家族だからだよ。え、カメのことをいつ好きになりましたか？カメはあたいの息子だよ。どの国に行きたいですか？今は韓国に行きたいです。マチさんはパン派かご飯派どっちですか？朝ごはんはパン派、夕飯はご飯派。好きなお菓子は何ですか？クッキーとかパウンドケーキが好きです。マチ子は人間ですか？一応半分人間半分猫ということになってます。マチ様はワインが好きですが、それ以外のお酒で好きなものはありますか？マチ子は焼酎でもビールでも何でもよく飲みます。ワインは赤ワインが好きですが、特に好きな銘柄というのはありません。マチの好きなアニメは何ですか？最近あんまりアニメが見れてません。マチさんは恥ずかしいって思ったことはありますか？死ぬほどありますよ。昨日だって配信大丈夫だったかなってずっと思ってんだから。マチ子って焼肉行った時最初に何を食べますか？マチ子はね、生キャベツみたいのかじってからの牛タンですね。時を止めれるなら何をしますか？女子更衣室。質問、カメは電車が好きなの？電車大好きですね。カメはご飯派パン派？多分あの人はね、ご飯派だと思います。もし究極の二択が出てきて、空を飛べるか瞬間移動できるならどっちを選びますか？空を自由に飛びたいよね。チルとマチコの違いはありませんね。マーチーさんは外で遊ぶなら何しますか？だって外で遊ぶなら縄跳び。マチコはおにぎりの具で何が好きですか？もうツナマヨしか勝たん。ツナマヨしか食ってない。もし願いが叶うなら何を願いますか？長生き。マチが小学生の時好きだった給食は何ですか？カレー。昔ロブロでやってたゲームの名前が思い出せない時の対処法、それはあたいも聞きたい。マチさんはカメのどんなところが大好きですか？ギリギリまでお願いします、できれば。え？ギリギリ？かわいい、かわいい、かわいいの塊。マチさんが小学生だった時の好きな教科と苦手な教科。算数とか理科とか国語とか好きだったし、図工も体育も好きだったけど、社会だけは勉強するのは好きだけど、なかなか覚えられなかったから成績が他の教科に比べて低かった覚えがある。ムチチーと呼ばれてたけど、これいいんですか？ムッチーのことでしょうか？大丈夫です。マチ子は小学生の時に一番楽しかったこと。マチ小学校の時楽しかった記憶ほとんどない。終了。マーチーさんが好きな映画、え、ベイマックスとか好きだけど。マチコは仮に野良サーバーで遊んでる時変装しますか？最近変装し始めました。カメのことどう思ってるって、息子だよ。え、もしかしてマーチーとカメが親子だって知らない方がいるのかな？好きな服の種類は、とにかくカジュアル。
小さい頃好きだったお菓子、駄菓子めっちゃ食べてたけど、マッチーさんって運動の中で一番好きな運動ってありますか？これはね、もう最近はプール。朝昼夜どれが好きですか？昼かな。マッチーさんは何色が好き？赤色が好きです。今でも親バカですか？親バカに決まってる。小学生の時友達は何人いましたか？ 2,3 人しかいません。昔遊んでたものはありますか？ずっとゲームやってました。プリキュアは知ってる。知ってたら何のプリキュアが好き？プリキュア5はよく見てた。動画のネタはどうやって思いつくんですか？思いついてないからとっちらかってると思います。その時々で気になったことをもうすぐに動画にしてる感じです。亀がヤンキーになったら戦うぜ。一生懸命。亀が持っているぬいぐるみはどこで買いましたか？世界各国で買ったやつもあれば普通に通販。何人と付き合ったことあるって書いてある。え、ゼロ。というわけで今回はいろいろな質問に答えてみました。いかがだったでしょうか？ちょっとね、すべてには答えられなかったんですけれども、まあまあ答えたんじゃないでしょうか。こちらの動画がまあ伸びれば、また次の機会もあるかもみたいな。だからまあ皆様よく見ていただけると、うんうんうんっていう感じで、ありがとうございます。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。